若干13歳の女子スケーターの演技をご覧いただきましょう。軽やかなステップとジャンプ、そして柔軟で美しいポジションのスピンにご注目ください。 Please welcome Elizaveta Nugmanova from Russia。ロシアの13歳エリザベータ・ヌグマノは、昨シーズンはノービスクラスの選手ながらハイレベルなロシアジュニア選手権4位に入った選手です。トリプルループというトリプルトリプルは非常に難しいです、軽々とこなしましたね。柔軟性もあります。腕の使い方であり優雅さを感じさせる演技ですね。そうですね、もうしなやかながらに強さもあるんですよね、はい、体幹がしっかりしているなっていうのを滑っているのから感じます。エッジワークを深く踏んでいても全然あのバランスを崩さないんですよね。滑りの美しさ、そして柔軟なスピン、大いに沸かせましたロシアの13歳エリザベータ・ヌグマノワです。ジュニアの世界本田真凜たちのライバルになる選手ですね。そうですね、あの見せ方も子供らしさではなくて非常にこう大人っぽい雰囲気を出せる選手ですので、表現の幅も広そうですよね、はい、そしてジャンプも上手ですので、これが大きな武器になりそうですね。強豪ロシアからまた楽しみな選手が出てきました。13歳エリザベータ・ヌグマノワでした。